抜けますね。うん。シュン。シュン。シュン。残り30。五、四、三、二、一、五、四、三、二、一、行く。今12月29日金曜日9時56分ですね。夜のになってます。今回はフライ級なんですけども、さっきちょっと動いて、まあ、動くっつっても汗出しがなくて、ちょっと筋肉に刺激を入れるために動いたんですけど、それで 61.2 ということで、あと 4.2 キロということで、ちょっとさすがにいつものバンタム級の時みたいにですね、明日の朝だけの水抜きだとちょっと抜けるのきついかなということで、今日は9時半から夜かですね、水抜き開始してます。今日は少し一人で半身浴でですね、この後サウナスーツ着て横になってって感じで、まあ今日の夜10時半ぐらいまでさっとですね汗出して2キロですか、2キロ、約2キロ落としたいなと、 59.2 とかまで落として、ちょっと飲んでですね1リットルぐらい、60.5 とかで寝て、明日朝また60もしくは 59.5 とかぐらいで起きて、最後は明日ですね、いつもの、半身浴とバスタブにくるまってやっていきたいなと思ってます。でもかなり今まだ入って10分も経ってないんですけど、かなり汗がすごくてですね、いい感じです。もうこの肉体を作り上げて、この我慢する期間というか、今週練習が追い込みが終わって、ずっと動きたくても我慢して、汗出したくても我慢してっていうのをずっとこの一週間やってきたので、やっと汗も全部出して抜けるし、もう明後日は思いっきり、人のことを殴れるしですね。もう明後日はもうどんなに疲れても、次の日のこと考えなくていいので、やっと解放できるなと、今思ってます。でもとりあえずは今試合のことより水抜き 4.2 キロ頑張りたいなとそう思ってます。はい、ということで、30分半身浴入りまして、今このタイマズさんの、サウナスーツを着てですね、今じっと横になってるところです。こちらであと20分じっとして何キロ落ちるか、まあ、目標は 59.2、2キロ落ちてればいいかなという感じなんですけど、結構出てます。はい、あと15分、このままじっとしてたいなと思ってます。まあ、そんなにこの感覚を熱い半身浴とかで入ってすぐサウナスーツ着てとかじゃなくて、ちょっと感覚を上げて楽な感じで汗を長い時間をかけて出してるんで、そんなにまだ苦しいという感じではないですけど、ちょっと頬がこけてしまいました。1キロは落ちたかなと、そういう、感覚があります。はい、ということで、今日はですね、もうちょ 59.7 まで落ちました。約 1.5 キロ、1時間で 1.5 キロですね。約1時間で 1.5 キロ落として、ちょっともうちょっと疲れてきたので、もう今日は 59.7 で終わりにしてですね、1リットルほど水分を取って、寝たいなと。おそらく寝れば60ジャストぐらいですかね、で起きると思うんで、明日朝3キロ水抜き頑張りたいと思います。60あと3キロ頑張ります。じゃあ行きます。
最初の3分は全身浴、これで温めてそこから半身浴切り替えます。結構出てきてる。サザンもう測っていいよ。5分。5分。よし。よし、いきます。2セット目。うん、2セット目。最初の1分は全身浴。5、4、3、2、1、5分。よし。よし。じゃあ3セット目。しゃあさ、1分経ったら教えて。うん、じゃあ、サザンいきます。4セット目。ラスト。これじゃ落ちてないな。いきます。よっしゃ、ラスト。5、4、3、2、1、5分。5セット目終了です。
よし。だけど、ゴシゴシ、ゴシゴシ。そう、そう。2キロ、2キロいってっかなぐらいだな、多分、うん、ちょっと部屋は寒かった。ちょっと測ってみよう。だいぶげっそりしてますね。7.8、 2.2、 ちょっと休みます。最後もう一回半身浴。なんか気持ちよく感じてきた、お風呂が、うん、死ぬの。でも多分この辺ちょっと寒いっす。あ、本当ですか。ちょっと寒いっす。暖房入れるのもありかもしれない。確かに。行きましょう。はい、うん、行きます。見てください。きた、取れました。落ちた。よし、行ってきます。はい、ということで計量クリアしました。いやー、今回はね、かなりきつかった。はい、ということで今計量から1時間、正確には40分ですか、経ったんですけども、こっから今1時間かけて OS1 を1リットルぐらい飲んだのかな。で、こっからですね、特製ドリンク、これは企業秘密なんですけど、特製ドリンクを10分ごとに100ミリか150ミリリットルずつぐらいですね、取っていって、計量から2時間経ったぐらいでお粥を入れていきたいなと思います。今回は本当に結構きつかった。久しぶりに夜と朝に2回分けてやりましたね、水抜き。4年ぶり、シュートのでの清水戦ぶりぐらいですね。やっぱりフライ級はこうでなきゃという感じで。いただきます。ふぅ、またこっから1時間かけてこのリカバリー特製ドリンクを5回に分けて取っていきたいなと思います。はい、計量から2時間経ちまして、見てください。今回はちょっともうお粥だけじゃ我慢できなかったので、おにぎり、お粥、そしてフルーツ盛り合わせいきたいと思います。はい、ちょっと味が薄いから塩をね、これがね、マジでやばい。神様ありがとうございます。やばいね、3ヶ月減量してましたよ。今回また2時間したら食べたいと思います。さつまいもとピーナッツバター、口の中水分が。3食目、8時半なんですけど、焼き肉来ております。ライスも量もう1杯食べたんですけど、4杯食べてですから、リカバリーしていきたいと思います。では
頑張りたいと思います。